あの槍の柱みたいなところ。いやーやっば。チパルテのシーンだよ。ここから神話は生まれたらしいな。貴族どころじゃない騒ぎやね、これどんな贅沢や。これ全然あれや、24時間やってんやろ。泊まるとこないんやし、サブでさ、ここで寝ようや。私の東京はこんな感じです。ここ渋谷区やったっけ。僕のアナザースカイ。今日のあの泊まるとこ欲しいの一番。今日やどこなの。どうすんの今日。キャンプ場だから。キャンプ場行くしかないよ。マジで。でもここで寝ようと思ってる。普通にメカポジ開いてよう考えたらここが一番いいって。だってあったかいし。すごいと思うよ。この40何度の水にここやろ絶対。ここやって。しかパルテノ神殿やで。温泉好きやし、島も好きやし、そして年越しも好きやし、なんかそれ全部こう一緒にしたいなと思って。温泉入りながら年越しして、でそのまま初日の出も見れたら、うわマジ最高、気持ちいいなと思って。今6時やわ。一人乗りたいです。13,000円ですよね。チケットゲット。これかかなか。ちょ、早くして。絶対早く急いで荷物あれせな。乗られへん。行けそう行けそう行けそう。やっと乗れそう。乗れたー。えっかー。マジうまい。うざいよ。怒ってるな、これに関しては。何食ってんの。いや何渋ってんの。俺のやつしゃーないな。もう全然ないやん俺の最後のパン。おいーす。クリームのとこうまかった。君もありがとう。幸せになったしやん。そうやな。お前不幸になったけど。キモいねんけどこいつ。なんで。バリ人のパンも食うてさ、俺幸せになったからええけど、お前不幸になったけどとか言ってんだけど。俺が笑顔やったらええやん。そうやな。そうやな。ピース。ピース履き違えてるわ、でもこいつ。そうピースじゃん。美味しかったメロンパン。ハヤトのメロンパンなん。いや、違うけど。どういうこと。いや、ファニースのメロンパン。ファニースのメロンパンやったんや、あれ。食っていい時期やでさ、あかんって言ったの食ってた。俺ほんで、ノリちゃんにもあげてた。パニース、でもパニース欲しい言うとって、一口ちょうだい言うとって。一口もらえたけど、なんでそんなん。もらえた。キャンプ場来たら、ご飯をいただけることになりました。適当に積まんでください。でもね、もっと美味しい、あの大将たちが作った手巻き寿司。これすごすぎるやろ、こんな。いただきます。誰の場所キャンプちゃうやん、もうレベルちゃうやん。これキャンプごはんじゃないや、ほんまに。どうぞどうぞ。いただいていいですか。うまい。魚ちゃん、うまい。あ、
暑いですね。でも根はめっちゃいいやつなんですよ。そうなんですよ。キャンプって素敵っすよね。こうやって輪ができるから。ねえ。近海で取れたってことやないから釣ったってことやろ。やばすぎるって。これすごいな。あの大将が。え、ちょっとお魚いただきます。はい。お願いします。やったー。俺今日ご飯なかったんですよ。700泊以上はしてます。700泊すげえ。いいやん。今回も2週間キャンプだし。旦那さんがね、5月1日にここで令和初の誕生日を。そう。そこで知り合ったんですよ。夜隣に立ってたテント。まだほんであって。で、そう、なんか自動車に遊びに来てくれて。こんばんは。こんばんは。いただいてます。じゃあこういうのをこれウイロって集めないといけない。ウイロないと。やめろ。え、ギョツってそのままなめろ作ったんですか。やっぱ。たまにね、よくね、サウナやるんで。よくじゃない。たまに焚き火した後に。テントがあって。アジの。え、これが入るやつ。アジじゃないこれ。いやいや、普通のなんか。これやばい。ブルーシートテント張って、おお、うますぎる。醤油じゃなくて味噌でいただくお魚。めっちゃうまいですねこれ。うま。夏の虹はもやっぱいい。夏なんだけどこの5倍ぐらいの人間が集まって。大臣さんとかもうインターナショナルですよね。そうそう。インターナショナルな感じで、もうねみんな立食パーティーみたいに。それみんな作ったのどうぞとか。毎日誰か誕生日で。毎日ハッピーバースでみんなで大合唱して本部長来たな、はい、ご飯をいただけることになりました。マジで、あんま人のもん全部食わんほうがいい。こうやってやつも全部食わんほうがいいし、お米は上からのレシピとかの末の方がお米はきれいに食べる。こんな美味しいのいただいて、お米の一つ一つも残すわけない。そういうことね。美味しい。シンプルに食べなって言われたらご飯でこれうまない。どんな光景でもうまない。せやな。何でもいいや。何でもいいのに、何でも美味しいのにこれっていう。こんなやばい。こんなやばい。ちっぺって魚にすると舐めろとか。やばすぎだよ、そんな。この世界怒りてますよ。これ静岡ってあれだっけ、濃いやつ。なんか濃い。そうかな。これ静岡でですか。チャーシューの残り汁だってすごい。チャーシューの残り汁。いやでもな、出てるの全部美味しいからほんまに。美味しい。もう明太子とトマト。こっちが。食べ食べ。俺あそこに行くと思ってた。しわになるけど。あれや、24時間やってんやろ。困るとこないんやし、寒いしさ。だから旅は面白い。ありがとう。まあ、先になんかね、ジンバル撮ってるからクリエイターか誰かも先にいられればマジかと思ったけど、まあ一回とりあえず来たと思ったんで。頭らへんの脂乗ってる。うわー、おい、ありがとうございます。やった。あっちの海見えし、海も山も、あそこそこ海でもいいし。あ、そうなんや。ここ日本車。そうやな、うなずける。それはいやいや、まだ経験してない。まだ経験してない。食ってしかよ。食えたし。そういう意味で、そりゃ日本一。無料だし、まず無料。無料で、それはその中で。これ無料はえぐいな。そう、マジ物が。そう、料理の道具、包丁ある、まな板ある、お椀がある。調味料は今まで泊まってきた人が残してきてるだって余ったやつ。で、それを再利用みんな。すげえ。リサイクルができてる。その辺の枝を使ってみる。カーリングの方が勝手に巻きこうやって置いといてくれて、使っていいよね。うわ。
みんながあれや、もう今までここ来た人が繋いでくれたら、もうあれや、マスキー、じゃあもう繋がなあかんねん。誰か違う場所でね。みんなこっちだよ。周りの人に親切にしてあげればいいんじゃないでしょうか。おいしかったです。僕の体を作ってくれてありがとうございました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。おいしかった。三日月です。無料な温泉あるじゃないですか。あのあれ人手でやったの。そこね。あ、そこね。いや、そんなもうあんなうまいもん詳しい。顔大丈夫ですか？でも全然あれできますけど。あ、じゃあ彼が YouTuber の出てる。いや、みんな出ますね。みんな撮ります。何か全部の役割を演じてる。いやだけどこの人さ、震災橋とかあったら絶対話さないで。いいキャンプハウスやね。最高。うん。ピースって言葉が難しい。ピースってなんか何って聞かれるけど、ピースって分かれへん。難しいわ言うの。でもこんな感じがピースやな。俺の中で。そうやな。ドープとかピースってどんな意味なんて聞かれた言葉で言われへんねん。うん、難解すぎる。めっちゃ難しい、そのクエスチョンも。見てみんな分かれへんから、一緒にやってくれ、多分分かると思う。あ、こんな感じとか言えるやん。で、言わんでも多分分かるやん。ピースやなとか言いやすやん、多分。そいつも。なあ、ピースやな、言い返すやん、俺。ピース。
初日の出やで。なんちゅう道やねん。すごい繋がってる。千と千尋のお父さんみたいになってない俺。あの、この車4つだから。